はい、それでは3問目いきましょう。第1部目は Father bought me a dog when I was young という英文ですね。お父さんが主語、bought は、buy の過去形ですけれども、まあ普通はですね、3番4番あたりを取ると。後ろ見て聞きましょう。me とありますので、こいつが目的語であることは確定ですね。だけどお父さんが私を飼ったっていうのはなんかもう明らかにおかしいですね。なので後ろにさらにドッグという名詞があることから、あ、これ4番ですね。ということは O1O2 でお父さんは私に1匹の犬を飼いましたと。じゃあここで英文としては終わってるわけですよね。じゃあ後ろの When I was young は何なのかと言いますと、私が、ここも英文解析しておきましょう。私が、幼かった時ですね。私が B 動詞ですので1番か2番で、私が、幼かった時で、この when が、何々な時という意味になるんですけれども、私が幼かった時と、これだけで英文終わっちゃったら意味不明ですよね。なのでこれだけで終わっちゃいけないんだと。私が幼かった時に何なのかって言ったら、買ってくれたわけですよね。ここの bought という動詞ですよ。なので、when I was bought、失礼、when I was young の、この部分全体で bought という動詞を修飾しているので、副詞だと言えますね。副詞は副詞でも中に S と V が入ってますので、こういうものを副詞説と。S と V、説が入っているので副詞説というわけです。で、副詞説を作っている先頭のこの when っていうのが接続詞になるわけですね。このようにして、私が幼かった時、父は私に犬を飼ってくれたという非常に複雑な英文が作れるわけですが、結局その英文としてですね、本当に言いたいことっていうのは、言いたいことの中心はこの部分で完結している。残りは副詞の役割をしている説、副詞説だということです。はい、次行きましょう。2文目は I named、ネームはこの場合名詞の名前じゃなくて動詞で使われてますな。The dog lucky と後ろにつながっておるんですけれども、ですから名詞名詞と来てるわけですから、このネームは4か5かどっちかだということになりますね。ここで大事なのは、ラッキーというのが L が大文字になってますから、これは名前として使われてるわけですよね。固有名詞で使われてる。じゃあラッキーなのは誰ですかっていうと、それはザ・ドッグ、そのワンちゃんのことなんですから、 C なのは O という関係がここに成り立っていると。じゃあこのネームは今回5番で使われていることがわかります。私はその犬を、ラッキーと名付けましたということですね。はい、そして最後の3文目は彼は、まあ彼というのはこの場合はそのラッキーという犬のことですね。He was、フレンドが C になりますので、まあ、第二文型を作っていると。で、このまあ、マイベストフレンドが全体 C なんですけれど、保護なんですけれども、所有格、マイは形容詞の役割で、私の友人、ベストも形容詞で、最良の友人と、私の一番の友達という2つの形容詞がまあ並んでいるわけですね。このマイは、ちょっと解説しておきますと、いわゆるですね、代名詞の所有格と呼ばれているものですね。誰のものかというのを表す、形ですね。一人称 I の所有格は my ですし、二人称 you の所有格は your ですし、三人称の he や she は his や her、they の場合は their、it の場合は its なんかになるわけですが、この代名詞の所有格というのは本質的にですね、形容詞の役割をしていると。私の、友人という、こういう、就職関係が成り立つわけですから、本質的にやってることは形容詞だということが言えるわけですね。